ですね、何か圧倒されるような感じで、これで2本目 9.75 を取りまして、平均で 9.65、 見事に優勝を飾っております。床運動の演技が始まっております。花リチナ選手であります。リチナ選手の演技が始まっています。床運動は最後の種目であります。まだちょっと幼さが残っておりますが、線の美しさは十分出ております。いわゆるチェコというのはチャスラフスカで代表されますように、線の美しさ、女性の美しさを存分に発揮できる、そういう素質を持った選手が多いですね。そうですね、もう体操を始めた時からそういう指導がきちんとなされてるんだと思います。はい。さて、ここからタンブリングに入ってまいりますが、ロンダドが2回ひねりですね、この人は現在14歳でジュニアのチャンピオンであると同時にチェコの国内選手権でも優勝したということを聞いてるんですよ。ああ、そうですか、あの日本でもジュニアの森尾麻衣子さんが全日本の選手権で優勝するように、もうジュニアの選手が国内の中で優勝するような時代になってきましたね。そうですね、今年の全日本はご承知のように中学生選手がベストテンの中に7人入ってきましたからね。そうですね、はい、森尾麻衣子選手が優勝を飾ったわけですが、チェコの花リチナ選手14歳、ジュニアのチャンピオンであると同時にチェコの国内選手権も優勝を飾ったそうであります。去年の国際ジュニアに出場しておりまして、日本は2回目ということになります。花リチナ選手の床運動をご紹介いたしました。床運動のトップバッターであります。昨日は 9.55 でしたですね。ただし昨日の得点はこれは参考得点で持ち点ではありません。持ち点制度は取っておりません。まあ、出場権を獲得したということになります。それから今日の大会からブルガリアの選手が2人出場しております。